何真っこいじゃん。いやもう今日大変です。もう時間ないんだから。いやもうだってタカさんがここ来るっていうから競馬場、うん、競馬場、東京競馬場初めて来ました。初めてでしょ。はい、まあ、このぐらいのこう緑があるところで育った方、こういうとこ初めてでしょ。こういうちゃんとしたところ初めて。山形なら競馬場ある？ありますよ、亀の山競馬。え、亀の山競馬。亀の山競馬、はい、もう潰れました。あ、ないでしょ。もうないですね、東京競馬場。いや、これ初めて来ました、本当。あ、ほら、ユーミンが中央フリーウェイで、はい、あの歌のとこですね、ええ、右に見える競馬場っていう、はい、左はビール工場っていう。ビール工場ってどこにあるんですか。左はビール工場は、あれですか、サントリーかな、これ。あ、そうよ。いや、素敵な場所で仕事してるって聞いたんで。そうよ、杉本さんと一緒に今日。いや、杉本さんなんですよ、実況の神様。はい、神奈川競馬場はよく知ってますよ。本当ですか。うん、2、3回行ったもん。本当ですか。そうです。もうないですよね。うん、あの、まだ神奈川閉鎖されてないんです。で、向こうで、あの、有名な場内放送をしている人がいて、ヨナハって、まだ名前も覚えてるわ。あ、本当ですか。彼と一緒に実況されたの。すっごい、杉本さんじゃないですか。ちょっと一言、あの、販売プライスって言ってもらっていいですか。まあ、プライスはね、はい、これはね、もう社長に大変お世話になりまして、はい、僕は定年を迎えて、はい、どうするかっていうふうな身の振り方も決まってない時に社長の方から、はい、社長っていうのは上司、石橋さん社長になるんですね。うちの事務所の専属の、聞いてます、聞いてます、タレントさんですか。だから身内の京都を、そう、その杉本さんのマネージャーはボブちゃんですか。あ、今の久々にいますよ。なかなかハゲないですよね。でもいいよ、なんか2人とも二人とちょっとなんかスーツ着て、今日はもうちょっとやっぱりちゃんとしたとこなんで、英国紳士のやっぱイメージできましたから。何ダンカーは何競馬、僕一回もやったことなくて、今日初めてなんですけど、一発当てて、ちょっとつ妻にですね、ちょっとプレゼントしたんです。妻に、はい、何を買ってる。指輪。指輪、はい、あれだからね、クリスマスのプレゼントに、はい、指輪、予算どれくらいで。なけなしの、はい、ちょっと持ってきて、はい、5万円。5万円、はい、あれだろ、これ女房に全部お金管理されてるんだろ。そうですね。5万円で、はい、でも今日のジャパンカップ難しいよ、はい、難しいですか。お願いします。ドーンと5万円、はい、いくらにしたの。5万円、10倍くらいにはしたい。50万。50万か。杉本さん、杉本さん、10倍になるってどのぐらいの馬券買ったんですか。やめておいた方がいい。やめた方がいい。やめた方がいい。これはもう今日一番人気何倍ぐらいですか。生まれんは10倍近いですよ。ほら、あ、じゃあ生まれん、生まれんで今日一番人気で、はい、14、15で 7.6 倍。え、一番人気でですか。うん、3番人気で 10.9 倍。あ、でもね、これ、はい、オッズ見て買って当たるってもんじゃないんだよ、ね、じゃないですか。あくまでやっぱ勘だから、はいはい、今週何が起きたかって、はい、日本はさ、ドイツを破ったわけじゃない、そうですね、ワールドカップで、はいはい、ワールドカップでジャパンカップだから、そうですね、俺は、はい、俺はよ、はい、洒落でよ、ちょっと買おうと思ってるのは、はい、堂安と浅野が入れたでしょ、はい、入れました。8番18番あると思うんだよ。あー、なるほど、はい、8番18番、石川さん、8番18番、石川さん早いですね。127倍ですよ。5番入れたら600万です。630万です。それ言ってんだろ。デアリングタクトって一昨年の牝馬の三冠馬、堂安、浅野馬券。あ、まあ、とりあえず9レース走るんでちょっとこれね。あ、ちょっと待って、もうやるんですね。ほら、9レース走るから9レース、10レースだ。え、すごい人だよ、はい、信じられない。これでもあれだからね、3分の1だよ。そうなんですか。フルに入れたら18万ぐらいあるの。今日5万だっつうの。びっくりするぐらいいますよ、これでも。来ました。知ってます。ほらほらほら、はい、
外したじゃん。今の集中させてよ。いやダメだったんですか。今のね外したじゃん。石橋さん何かけるか教えてもらっていいですか。え今年の G1 特に秋そうだったけど、はい、一番人気来たの海外じゃないかな。全部惨敗なんだよ。で今日一番人気が今のところ14番10番同じなんだよね。単勝同じ倍率だ。この2頭、はい、両方飛ぶんじゃねえかなって。なるほど。あじゃあそこはもう1、2番外して14、15はずだから、はい、6番ベラーズールから。ベラーズールだって。ベラーズールベラーズール徳永さん一番来ないっていうのでそれかなとかちょっと僕も思ったんですけど。本当か。いやいや本当です本当です。じゃあ6ってこと。6さっきの理論でいくとやっぱ一番人気来ないってことは、うんうんうん、まあ次にあれですよね、来るとしたらベラーズールですよね。ベラーズール、はい、ベルトライゼンテベベベベベベカバライン。ベベライン確かにありますね。ベベライン63ってことですか。63それと3連単っていうのは、はいはい、3連単っていうの2着3着当てるっていう。それ難しいな。ベラアズールからデアリングタクトボッケリーの6番8番18番6818826当てたら、はい、当てたら4000万。4000万作っちゃいます。いやそれすげえぞ。4000万ですか。そしたら何買ってあげたい。とりあえず、はい、考えて。ちょっと待って。俺も今から考えなきゃいけないから。そうですよ。じゃあお前もう決めろもう。いやちょっと待って。3連単いつの番だよ。何にしたいんだ今の状況聞いて。いや僕だからベラーズールは6番はちょっと軸にしたいなと思います。杉本さんがいるんだから聞いたらさ。杉本さん、はい、ちょっと今よろしいですか。はい、ちょっと何ちょっと今日毛羽初めてなんですよ。はい、この道に足を踏み入れるきっかけはね、はい、全く競馬やめ知らなくて、はい、うん、アナウンサーの研修で阪神競馬場に連れて行かれて、はい、最終レース、はい、馬券買ってもいいよって先輩に言われてね、はいはい、同期が3人いたんだけど、はい、3人で馬券買ったら、はい、僕だけ当たっちゃった、それが運の尽きというか、はい、それ以来競馬をやってますから、はい、競馬をやり始めて61年目リーダーズラックで必ずあるんですよ。ありますかね。決め手は何ですか。もうちょっと硬いのかにしたら6番6番、うん、のもう1点単勝。ああそれだったそれで、はい、もう2分の思った通りに負けるっていうのは、はい、どこだってなんでね、はい、人が何と言おうと自分がこれって決めた負けの信じてもいいですか、うん、自信を持って買うことですよ。でもし6番って決めておいて、はい、いや僕は14番の方がいいですよとか、はい、15番の方がいいですよって言われて、はい、こちらへ変わったとして、はい、今度6番が来た時はもう悔しいです。後悔しますよ。確かに、うん、機種がいいですよ第一。あ本当ですか。機種がいい。僕はもうちょっと名前が気になったんですよ。もう世界のムーアーですからね。え世界のデニムーアーみたいな、うん、そうなと思って、ちょっと、うん、デニムーア好きな人本当に。なんかお前、杉本さん相手に。すみません、本当に好きな、好きなんですよ。でしょ、はい、だからで、ムーアで、ちょっと僕それで本当に選んだとか。デミムーア。デミムーア。もうそれにしなさいよ。わかりました、もう、はい。そう言われたらもう、いや、なんか分かりやすく、もう言ってんのが、ちょっと僕分かんないんで。馬券というのは、単勝に始まって単勝に終わるっていうふうに言われるぐらいなんで、単純明快じゃないですか、はい、勝つか負けるかだから。わ、はい、かりました、ありがとうございます。ちょっと後押ししていただきました、うんうん、まああれなんだな、はい、タカさんの言うこと何も聞いてないんだな。いや違うですよ。いやこれも一応考慮に入れさせていただいたんですけど、お前タカさんの意見どうしたんだろう。8番ですよね。サッカーと競馬関係ないかなっていうのが正直ちょっとサッカーの数字というそういうとこだよ。お前たまに定期的にタカさんにキレられる。ちょっと6番です。はい、これのこれ6番来たら5万円。決まったの。何点台にしたの。単勝6番。え単勝。単勝ですもんね。単勝だったんですか。単勝に始まり単勝に終わるっていう杉本さんからちょっと名言いただきました。普段に始まり普段に終わるっていうのは聞いたことあるけど、はい、単勝に始まり単勝に終わる。いやいやおっしゃってましたよ杉本さん。え杉本さんがおっしゃってました。急に杉本さんお前だったら俺に聞いてやんないよお前。
ダンカン全くタカさんのアドバイス聞いてないです。ベベラインいやいやベベラインっておっしゃってたんですか。三か八六っていう。三六。はい。いやそれもちゃんとで六です。いやいろんなちょっとすみません。はい。手買ってこいよ。いいですか。六番。もう行けよ。お前うるさいから声が。初めてだから分かんないよな。あ、5番来たの。6番勝負じゃんか。はい。うわ、もう来た。来ました。来ました。ありがとうございました。もう後戻りできないぞ。後戻りできないですよね。はい。え、何ですか。赤い帽子で。はい。赤い帽子で緑の服着た人、はい。ムーアがなんかすごいっていうのも、これ杉本さん、おっしゃってた。これ買いました。大丈夫。何倍つくだ大将。4.4 倍。でもシャブリアールが 3.3 倍になった。あ、そんなに変わるんですね。売れたね。売れちゃったね。よし、これで、ね。はい。きっちり。お願いします。六番。はい。赤い帽子緑の。赤い服。緑の服。はい。赤い帽子と緑の。いいです。あ、なんかちょっと調子いいです。はい。さんは調子いいです。演入さそうです。赤い帽子緑の服、緑の服、緑の服、はい、ムーアちゃん、ムーアちゃん、やっぱりなりますかね、はい、ちょっと聞きましょうね。うわすごい景色、はい、あそこであそこです。あ、本当だ。あ、ファール、あ、あれですね。今からファンファーレ。始まりますよ。始まりますよ、いよいよ。赤い帽子と緑の服ですよ。来た。うわ、入った。うわ、入った。おー。赤、赤、赤。赤い帽子。後ろから5頭目ぐらいの。結構後ろですよね。まあ、後ろから行く場合。そうなんですよ。すげえ。うわ、かっこいいね。迫力がすごいですね。足音聞こえるんですね。ドドドドドドって。6だよね。はい。いいよ、6いいよ。いいですか、いいですか。うん。うわ、もうそこでゴールですもんね。うわ。うわ。来た来た来た。うわ。どこだ？赤い帽子。赤い帽子。え？どうなってんの？ちょ、わかんないです、わかんないです。あー、なんか、あれかな？やばい、ここより歓声が。ちょっと、赤い帽子。ちょっと、6、6、6、6、6、行け！すげえな。うわ、来た。すみません。うわ、ありがとうございます。ありがとうございます。うわ、ありがとうございます。やった。来た。すげえ。終わってきたよ。来ましたよね、今。終わってきた。うわ、来た。ありがとうございます。うわ、来た、これ。肉が来た。しょすいません、緊張しちゃって。いや、これは声出ちゃいます。ありがとうございます。うわ、すいません、ありがとうございます。やった。すごい、単勝。やった、単勝。単勝で終わる。はい。おめでとう。ありがとうございます。ビギナーズラック。はい。ビギナーズラックですよ。信じるものは救われる。ありがとうございます。杉本さん、すげえ。
単勝で始まり単勝で終わる、はい、ね、ありがとうございます。だからもうオッズがどうのこうのじゃなくって、はい、じゃないですね、単勝で取ったらスカッとするでしょ、はい、めちゃくちゃ気持ちよかったです。ムーア以上にスタンドで飛び上がってたもん、ね、でムーア以上に喜んでました。やった一番声が出てたんですか。ありがとうございます。石橋さんお前持ってた。ありがとうございます。持ってたお前持ってます。好きだし。うわー、でじゃあ、はい、奥さんに買うシリーズを。シリーズお前ちゃんと買えよ。いや買います買います。はい、これはもう、はい、私は残敗です。これ化け物戻ってこないですよね。戻ってこないよ。うわー、ちょっとお守りにしたかった。来い、来ました。生産22万5000。ありがとうございます。いきましょう。いただきます。おめでとうございます。おめでとうございます。手汗がすまんま。手汗が止まんないんですよ、もう。来ました。初めて。初めて。あったね。これで帰るな。帰るな。はい。もう今日は、ありがとうございます。ダンカンの日でした。おめでとうございます。ありがとうございます。すぐ出しだね。すぐ出しですね。すぐ出しだね。うわっ、やった。